皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴンティーゲームです。では本日は、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、やっていきましょう。黄色く光ってるところは、ありますか？ありますか？なければ。行きますよーって感じっすよ。なさそう。かな。いや、あった！ここだ！ドミズイノの祠！ここだ。ドミズイノの祠。行ってみよう！ドミズイノはまだや。黄色かった。わかりやすいよね。行ってないところは。ほんまに。多分、ワープだけ解禁させて、そのまま行ってないっていうところがね、残ってたんやろうね。それは感じる。感じるところはある。よっしゃ、入っていきましょう。ドミズイノの祠。いやー、結構残ってるもんやね、祠。ここは何の祠かな？横たわる通り道。通り道？横たわってるの？どうすんのな？どうすんのだ？ないな。なんだ？これもしや通れるふか。そうだった。そうだった。おー。おー。で、このまますぐ行くと、いいんやろねと思った。なんかあった？これなんだ？掴めないが。は？おお、ぶれ！え？え？ってなってる。だいぶ、え？ってなってるよ。俺の中で。あ、なんかあった！あれ、宝箱か。オッケーオッケー。今理解した。つうことだ。宝箱取れたから、あっちだな。いや、無理なんかーい。よーし！ナイス宝箱！ジュナリウムの剣盾。あ、盾ね。それいらねえけど、今50、これ59やろ？違う、55とか低いやつを。うん。オッケーオッケー。55のやつでいいや。はい、お疲れ様でーす。お、まだあった！マジで？つゆ知らず。昨日やね。ナイス。ってことは、こういうとこ、やっぱこれ、昨日やでやるところじゃね？きっと。よいしょ。は？だいぶハートなっている。ところあるが、宝箱をだけしか見てなかったからさ、生き方がわからんくなっている。ん？うんってなってる。だいぶ、んって。で、
あっちから来て、無理か。そっか。は？ほんとはなんだか。なんか乗るところあったりするのかな？とは思う。うん、なんとなく。そんな気がすっごいする。よいしょ。見た。あの上に乗りたいなと思って。見た。向いた。向いた。そっか。はい、何をしたいかっていうとさ、こっちの上に乗ったらワンチャンあの上まで行けかなっていう。こういうの行けないかなっていう。そういう魂胆だったんだが。無理だ。いやー、わからんわからん。いや、ワンチャンあるか。ないな。ワンチャンもなかった。手は何個またあった。初めて気づいた、それには。ほう。なんかあったんや。ゾナウエネルギーな。宝箱ありすぎじゃねえ、ほんま。逆にびっくりだわ。あ、ここにこれがあるっていうことは、この下にやってきて、ここに何か物が来ると、物というか、乗れる段差のところが来ると、乗ったらいいよ、つうことなんかなって思った。いや、無理じゃね？ここからは。だよな。あれ？なんとなく分かったかも。なんとなくやけどな、ほんま。で、これで出ていけるところが出てくる。で、こっちで、やっといて。あれ？違う違う、マジか。ああ！どうか。上ばっか見て見てたこのまま待つろよ。ほんまに。あかんな。やっとこう。無理だ。それは気づいた。あれ、ダメだ！もう！あえて加速していく。あえてがいいと加速していくというスタイル。結構は、ここにないと無理ってことよな。それは分かった。完全に。はぁ、きつ。うん。無理なんかい。きついな。え、どうやってやんだろ。今のところちょっと、行き方が不明っていうね。落ちないよ。もしでさ。もしや、これでやっていくみたいな。やばっ。あれ？ちょっと待って。もしやこれいけんじゃねってことだ。なんか、適当にしてたらうまくいった気がする。これ。そんな気がするやな。あ、いけた。あ、やば。いけたと思った。いけたと思った。どうなんだろう。どうなんだろうねって、いけた。いいのかこれで俺よ。いいのかよ。やばいよこれ。もう行けたからよしとしとこ。よしとしとこ。まあ、やばかった。あれなんか行けなくねこれみたいな。ちょっと見てたら、あれってなって。これもしや、トレルーフでもう行けんじゃねと言ったら、行けたっていうね。落ちよね。うんまね。まあ、多少ね、ちょっと、ほんのちょっとね。ここに来る道中が、微妙な感じだったけどね。一瞬ね。はぁ、終わったー。きつかったー。この袋ほんときつ。ああ。俺の苦手な部類だな、なんかなって感じた。瞬間。すんげえ、俺の中でハテナマークがずっとあった、祠っていうね。ここの、ドミズイノの祠。きつ。マジきつ、ほんま。こっち側ね。なんかどっか残ってたりはするかな。ないな。もうないな。
うん。じゃあね、ここ、ありますね。ここから行きましょうか。探しながら移動していこうか。あー、きつかった、水井の。ああ、雪は本当に苦手なんやろな。感じる瞬間だったわ、今。下方向に感知ってことはだ、どっかに、ああ、待てて。どっかにあるはず。その、まだいたんかい。もうえって。邪魔。どこかに洞窟あるぞ。こっちやから、の場所がわからん。ここじゃね？もしや。あ、合ってた。ラブラーさんの洞窟。あ、一度来てる。へぇ。おぉ。あ、一度来てるね。よいしょっと。一度来てて、もう、見つけきれてないっていうことね。やばくね、それってなって。オッケー。うん。オッケー。ナイス、琥珀。あるやん。すぐに見つかったやん。やばすぎやろ、俺。一度来てんのになんで、あ、もしかしたらここにもあるから戻った可能性はある。うん。それは言っておこう。過去の、俺の挙動からして、そういうことをしてる、可能性が大なんよ。ほんまに。あ、ほくろあるわ。戻ろう。戻ってるね。そういうね。そんな自分の、行動が目に浮かぶわ。ああ。まあ、アイテムだけは取っていっちゃった。よいしょ。あ、借りたけな。よいしょ。おーい！おーい！おーい！焦る、ほんま焦る。やめてほしい、ほんま。怖い。ヒヤッとしたわ、ほんま。霊気の見、あーい、もうちょ、待って、あー痛い！ちょっと場所やばいって！ついにやっても邪魔！え、なに？あー！だーなら、お前。だあこっち来んなこっち来んなそれは来るわーってな、話だわな。ちょっと、やばい、もうちょっと待って、あー、食われた邪魔いな、こいつうざいいや、ほんとうざい。ちょっと待って。もう、そうか。こういう時は、こういう時は、これで一度やっといて。あーってなった。あー、きつ。こいつきつ、ほんま。苦手。ほんま苦手。うん。あれ、またかよ。きつ。いやー、えぐいわー。こいつ苦手だわ、ほんま。もう、またかよ！もう！きっつ、マジできっつ。もう、はよ。もう！
そー、なんもできねー。これきっつ、ほんま。きっついわ、ほんま、早くよ。あー、もう、やば。これ死んだんじゃね？これやば。終わった可能性がある。何やろ、ほんま。危ない。やっとした、ほんま。オッケー、終わった。ファントムガムの出てくるでしょう。出てくるでしょう。ですよね。知ってた。オッケー、ナイス。ファントムガノンはちょっとわかりやすいな。まだな。おっと、危ない。うえ、おい、危ない。おっと、うっそー怖いな。おい。おー、終了。ナイス。いや、怖っ。残り5つ。残りハード数5つで、なんとか、勝ちましたね。勝てました。怖いです。拾うことはできない。あれ？いるやん。気づいた。ここに気づいた。あれ？あ、見せた。おい、ナイス。あー、ほんと怖かった。死んだ、思うた、ほんま。一瞬。これだけ食っとこう。で、どちら側だっけ？お、あるね。取っとこうか。オッケー。どこにあったっけ？向こう側っつうことな。オッケーオッケー。よし。あったあった。この上あった。助かった。滝幅のの、ほら、の前に、こっちは、助かる。じゃあ、行ってこか。やばいわー、マジで。お！ここは、祝福？いや、マジか。つゆ知らず。まあ、椅子がいたもんな。大きなザナウエネルギーな。あがっす。助かる。マジ助かる。よーし。ちょっと見ていこうか。いにしえの茶を封じ、浄化しむ浜の祠を訪れし者よ。よくぞここまでたどり着いた。よくぞここまでって、すぐあったけどな。なんじゃない。ここにおさめし、茶を払う光をもって今そなたを照らさん。あったかいもの、ありがとうございます。あー、光り輝いてあったけーって。9個目、やったー、全回復ー、あざーす、そなたの力となるであろう、なっていくよ。